ンスリーバウンド取れました。ギャビン・エドワーズ、さあ富樫ここ早く行きま す, いいす早く行きます。ドライブから出し直してアルーク、しっかり決めました。目線がこう見てなかったっていうのを見てたんでしょうね、きっと島田選手。さあ今度は富樫だ、富樫スリーポイント、富樫ゆきです。さあここはスリーポイント、スリーはまず打たせたくないというボールですが、河村打ってくる、ファウルだった、そしてバスケットカウントになった。ただ2枚を失う、これファウルなしです。3対1のアウトの素晴らしいフェイクでしたね。素晴らしいとしか言いようがないですね。いや1本来たら立て続けですね。あっとこれで河村だ、一気に河村がチームにもう一度息吹を吹き、新潟もいいですね、あっとなんと河村がフォローからこれを決めたぞ、すごい、これを決めた、しかもカウントだ。いやーで決めます、3秒2秒1秒打つしかない、これを決めきる河村。ルーターどうするか、ハイピックに行くか、河村打ってくる、スペース空いた、さっそっちのピックから、トゥーメンゲームうまくいかない、河村傘寄っている、ただ河村決め切った。宇都宮タイムアウトです。ジャクソンが迎えに行って、いやショーディフェンスの裏から打ってきた、4秒打ってきた、かなり遠め、うわーこれが決まる。追いつきました。
思い切ってインサイドをついていきました。今度はテーブスカイダーバスケットカウンター、スリーを狙う、スリー来た、なんとテーブス、神様仏様テーブス様、ダブルオーバータイム。テーブス打つ、来ました、いいとこできた、同点の3、69対69。ダメな、あと5秒だ、外でコーナーで待っていたテーブス、来た、同点、テーブス対イカルガ、テーブスに戻した、テーブス狙う、作ったボレーだ、来た。もうチームに何回もね、いるような。テーブスのスリー、先ほどはいいパスを見せました。さあテーブスアップどうでしたでしょうか。そうですね、あの非常にこう数字に表れているのかなと思います。ブルースへの恩返し、テーブス、はい、テーブス、スピードを生かす、キックアウトのパス、ボールを回してフリーはテーブス、階段ダメな、あと5秒だ、外でコーナーで待っていたテーブス、階段来た、同点。ここはじっくりいきます。前ですね、前が開いた、ファールもらって入った、バスケットカウント、ここで本当は打てるんですけど、まあ、スペースを見つけてディフェンスの運動量上がってますよね。なるほど、その後ろ岡田がいった、ここも決めてきます。これで2、岡田からワンフェイク置いて岡田スリーポイント、シュート決めた。いや、憎たらしいシュートですよね。三井から熊谷で、いいですね、岡田かわして空いたところ、オープンスリーも決めてきた、来ましたね。そして岡田が動いてアタックしてくる、決めるですけども、やはりそういう隙を作ってはいけないと思うので、いい判断だと思いますね。岡田のスリー来た、来ましたね、モズリーに入る、振って岡田コーナーから来た、岡田が今日は効いています。で岡田ここスイッチ、うまいですね、岡田が入ってきた、レイアップ、スーッと入ると熊谷選手のブロック、熊谷のブロックでした、ね、熊谷のブロックでした。そして岡田、ね、岡田自分で来た、いいですね、岡田に対して代わって入った高島、ステップ踏んだ、うまいね、ワンショット決めた、シェーカー切れ込んでいった、見事なダンクだ。さあここも斉藤からシェーカー、ユトフ、長尾光輝浮かせる、セカンドチャンス、高さがあります、スペースがあるが、カットしてくる、アビコーキー、ガードナーの突破力要注意です。ここはオープンになっている、3決めてきました、ジェイファチと11本放って1本しか3が決まりませんでした。アビコーキーお返しです。いやシュート、こちらもアビコーキーいいですね、はい、ガードナーが押し込んでいく、インサイド、いやうまいですね、はい、まあ、この辺りはガードの片鱗というの、外からアビー・コーキー、いや三河はこのアビー・コーキーのタッチがいいですね、はい、隅の長野、長野からアビー・コーキー、高い、あいいプレーですね、高さもあり、アビー・コーキー、この人は今日当たっています、この人のシュートタッチは今日一番いいってくるが、ダブルチーム粘る、いや本当に落としません、どこで打っても入ります。